はい、20時24分、ついににゃんこ先生現れました。にゃんこ先生です。にゃんこ先生、お帰りなさい。実はですね、さっきiPhone、ちょっとツイートをチェックしてたら、ここにスーッと来てたんですよね。知らなかったですよね、これね。いやいやいや、背後には気をつけようと思ったんですけども、あそこにほら、ちょっと隠れてますけどね、にゃんこ先生。わかりますよね、あそこら。にゃんこ先生ですよ。もうちょっと、もうバイトで行かないけど、にゃんこ先生ですよ。にゃんこ先生、この僕の新しく買ったやつで、これ集中のフォーカスいくよ、ほら、明るくなっちゃった。ほら。にゃんこ先生。でもあのにゃんこ先生じゃないような気がするよね。えらい痩せてるよ。俺が立つと多分逃げるんだろうな。ほらにゃんこ先生、にゃんこ先生、にゃんこ先生、元気だった？にゃんこ先生、どうにゃんこ先生、元気だった？久しぶり。あの一太郎さんが、合コンがあるでしょ。一太郎さんがちょっと大変なことになってですね、ちょっと手術したんですけども、で今まだ手術は成功しました。で今入院、あと一般病棟に移ったんですよね。でまあまもなく退院されるんじゃないかなと思ってまして、にゃんこ先生によろしくって言うとったんですよ。にゃんこ先生、